太宰府成長後から望む塩寺山おじさんとは、福岡県太宰府市、大野城市、か谷郡海町にまたがる標高410メートルの山である。構造的には最高点のある大城山を中心に、岩屋山、水亀山、大原山と呼ばれる4つの山から構成されており、それらを別個の山とみなして、一体の産地の総称として、潮路山脈。 潮路山地と呼称する場合もある。白月の絵の戦いの翌年である、天智天皇三年に、大城山の山頂に古代山城である大野城が設置された。万葉集巻八にも、大友坂の上のいつめの歌として、畜死の大城の山について読んだ歌が再録されている。その後、大野城の役目は低下していったが、 後期五年に、大野城があった場所に四天王を奉納して、外敵撃退を飢餓にして、寺が建立された。この寺院は、塩路と称され、平安時代のものとされる京塚が発掘されている。後に、それにちなんで、大城山を中心とした四つの山を、塩路山と称するようになった。麓には、坂本坊と呼ばれる雑の寺院吉政寺があった。 坂本八万宮にその名残が残っている。中世に入ると、岩屋山の山腹に岩屋城が築かれた。戦国時代末期の天正十四年、島津氏と大友氏は岩屋城で攻防戦を行い、大友方の首相、高橋昌雲以下将兵がことごとく打ち死にしたとされている。島津氏は岩屋城を確保した者の,の多数の兵を失い、 さらに岩屋城の大友軍救援を口実とした豊臣政権による九州平定を招き、島津市の九州統一は挫折することになった。岩屋城、二の丸跡には、将雲の墓が今日でも残っている。近世には、フェートン号事件をきっかけとして、文化6年から7年間、外国船の侵入を警戒する福岡藩によって、山中に放火台が設置されている。 昭和51年には、塩寺山一帯342ヘクタールに、福岡県立塩事県民の森が設置された。なお、両政国の下では、筑前国語笠郡に属していたが、大野城があった、山頂部分を呼び、北側斜面は、江戸時代に入ってから、カ谷郡に編入された。そのため、大野城のこっちの多くが、海町に属している。ありがとうございます。